どうもこんにちは、なっちでございます。今回はこちらのパーティー使っていきましょう。オール推進パーティーっていうね、なんか昔はこういう動画たくさん撮ってたんですけど、最近はないよね。バレンタインのね、指針のパーティーでございます。まあ金玉子のキャラクターだけあってめちゃくちゃ強いわけではないんですけど、まあリーダースキルとか悪くないかなと思って闘技場行ったらイザナミで負けました。2発受けるのが限界です。いや、2発受けれません。それが厳しかったですね。軽減もね、他の体力のステータスの倍率もないんで、ちょっと耐久面が危なすぎたということで、クエストダンジョンとかのね、軽いダンジョン行きましょう。なんならさ、ドラゴンタイプいないか。そうですね、バレンタインダンジョン初見プレイでもいいかな。まだ行ってないんで、ここ先行ってみようか。なんとフレンドはいましたので、このパーティーで行きたいと思います。もちろんね、サブは三色人なんで相性悪いんですけど、あるドロップで頑張っていきましょうと。 BGM いいね。なんだろう、ゲーセンみたいなUFO キャッチャーのなんかさ、お金入れる前ってこんな感じの BGM なってません？しかもあの100円とかのやつ、100均とかに置いたいですね。あのちっちゃいやつね。ポケットじゃんけんじゃないよ。ポケットじゃんけんのなんか横にありそうなやつね。あとあのハイチュウとかチュッパチャップスの横にありそうな、なんかいらないやろみたいなひよこがね、たくさん入ってるような UFO キャッチャーにありそうな BGM ですね。はい、どうでもいいですね。行きましょう。なるべく L 字で行きたいんで。で、ゴゴゲシもね、リーダー条件に入っておりますので、まあ全部やろうとしたら無謀なんで、まあこういう組み方でもいいんですけど、いつも通りの。できれば L 字を少しは入れていきたいなということで。光を忘れましたね、この人はね。あ、降ってきました。昨夜なんで光は必要です。火力低くなかった、なんかちょっと待ってよ。 L 字5個消した属性が強かったみたいな、そんな感じだよねきっと。今昨夜の火力を見とったんですけど、なんか列降ってきましたけど、そうですね、5個消したら100万近くかなって感じだね。お、メイメイや。暗闇耐性はないんだね、この昨夜はね。もうキラッキラ。ドロップキラッキラで何が何だかわかりません。じゃあ火を L 字にして、操作時間は意外とあったんで、闇必要ないんだよね。このパーティーのかわいそうなのね。ハクちゃんがね、なんか、悲しいんだよね。玄武の思い。気球臭。はぁ、あ、はぁ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 。欠損してるんだよな。木がないのはありがたいんだけど、倒せるかは分かんない。硬い。スイートコンボ。なんか平和だねダンジョンね。 BGM もいい感じ。硬い。強い。あ、でも終わったんで、陣使おっか。そこ、泥鏡が後から入るんでね、ありがたいよね。では、本命の昨夜の五つ消しでいきましょうか。まあ、昨夜がやっぱ二人いるんで、一番火力出るんじゃないかな、これが。どっこ一緒。160万。悪くない。メイメイ落ちたかと思ったやん。あれ、チョコレートか？はい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 。欠損はしてないんで、とりあえず回復しながらこのまま行きましょうかね。で、L 字なんですけど、これでもね、大丈夫ですね。ただ、L 字な、流行らんよな、これな。ねえ、ロック解除はいいんだけどさ、なんかすごい落ち込んきたし。ロック解除はいいんだけど、ね、火力として使うにしたらちょっと組みにくいよね、やっぱ。もうちょっと倍率あってもいいよね。で、僕は思うんですけど、皆さんどうでしょうか。これ確か 2way と同じぐらいしか乗らなくて、で、ウェイみたいにたくさんついてるキャラクターがいるわけでもないじゃないですか。今、アスタロトが一番多いぐらいで。3倍ぐらい出てもいいと思うんだよね。せめてあの、コンボ強化ぐらい。2倍ぐらい出てもいいと思う。コンボ強化強すぎるんだよな。
コンボ強化はだからその発動条件が簡単、コンボするだけでいいっていうのに対して、こっちはロック解除があるけど L 字で組まないといけないよみたいな、そういうメリットとデメリットをね兼ね添えた感じでいいんじゃないのかなと思うんですけど、ちょっとあの覚醒は修正するかなんかどうにかしたらんとね、悲しいことになっちゃってるんで。でもアスタロトもなんかあのサブを結局アスタロトで染めたら強いんじゃないのみたいな、そういう疑惑もありますので、結局アスタロトパーティーってね、あの転生もそうでしたけどアスタロト詰めた方が強いみたいなとこあったんで、まあ、最近はエニシがいるんでそうでもないんですけど、これ昨夜の副属性頑張るかな。お、頑張った、ボスです。あ、そうか、ソエルがいんのか。なんかこっちの方が UFO キャッチャーっぽかったわ。色いい感じだけど、一応これ使いましょう。これ使って、レイランは、そう、本当は闘技場行こうと思ったんで、割とね、スキルはね、ガッチガチに固めたんですけど、残念ながらね、イザナミが倒せなかったっていうね、まさかのパターンだったんで。L 字2つ入れたい。なんか悲しいな、もうちょっと頑張れたよな。まあでも L 字2つによって350万出ますので耐えました。本命獲得のなんたら、なんだろう、あれだな、パズドラバロスだ。この BGM なんか雰囲気ある。え、玉火菓子じゃねこれ、なんかまんま、まんまじゃないけどなんかめっちゃ雰囲気ありますよね。はい、ということで、なんかすごいね、条件も難しいし、あんま火力もなかなか出ないんですよね。パティシエール・ミノタウリア。ミノタウロスとか好きだよね、このワーウルフとかさ。なんかやたら押してきますけど。トレントは、あ、でもトレントもなってるか。神のチョコレート、玄武。神のチョコレート。これがハクちゃんですね。グリーミンググラビティのスキル上げですね。なんだかんだヘラも揃いましたね。どうしようかな。まあもう満足したっちゃしたんですけど、なんかクリアしとく。いやでもなんかどこ行っても中途半端に終わりそうですよね。まあいっか終わっていいのか。まあじゃあちょっとあの最近の話をしましょうか。あの一応アスタロトは5体引けまして、まあまあまあって感じでした。そんなねガチャ自体は渋くないんだよ今回。クリスマスとかお正月並みにやべえっていう感じはしないんだけど、ちょっとどうにかしてほしいなって思いますってぐらいかな。まあキャラクターみんな可愛いしね。あとなんかランダンやったらガチャ引けるみたいな感じの話がありました。じゃあこれ引いて終わりましょう。バレンタインガチャ、リクーハイドラゴン強化のクリア報酬です。回します。無料ガチャ系で勝ったのってね、本当にナッツアルテミスが出たぐらい。あれは出たんだよね、なんかガチャドラかなんかで。ダイヤ来い。お、珍しい、無料系からカラッと。ありがとうございます。普通にね、いいよね。ぜひね、宝石姫難民の方もこのガチャチャレンジしてみてください。以上、ナッツでございました。バイバイ。